大英博物館所蔵の設計文字粘土版、アッシリア学は古代オリエントで使用された設計文字そのものとこれを用いた諸民族の言語、歴史、文化を研究する学問である。古代学、考古学、東洋学の一分野をなし、エジプト学とともにオリエント学の中心である。アッシリア学の中心的な課題は古代オリエントで発見される 膨大な設計文字資料の解読、及びその文献学的研究である。設計文字を使用した民族は、シュメール人、アッカド人、アムル人、アッシリア人、カッシート人、ミタンニ人、ヒッタイト人、ウラルトゥ人、エラム人、フルリ人、ペルシア人、ウガリット人など、古代西アジアの全域に及ぶが、この学問がアッシリア学と名付けられたのは、 古代メソポタミアの遺跡発掘で最初に知られたのがアッシリアとアッシリア語であり、当初はこれらの研究が中心であったことによる。アッシリア学は古代オリエントの歴史、文化を研究するという点で、エジプト学と共通するが、欧米諸国のアカデミズムにおいては、ヒエログリフ文献を扱うエジプト学とは全く別の分野とみなされている。しかし、日本ではアッシリア学という名称、 概念はほとんど知られておらず、エジプト学と合わせた古代オリエント学として大まかにまとめられることが多い。これとは逆に、イランの歴史、文化全般を研究するイラン学は、基本的には、アッシリア学と別の分野であるが、少なくとも設計文字で表記された古代、ペルシア語資料の文献学的研究に関しては、イラン学の一部であると同時に、アッシリア学の一部門ともみなされている。 実際古代ペルシア語の知識は、アッシリア学の基礎の一つとなった。レアードの著書によるニネベでの発掘作業、アッシリア学は19世紀半ばの、ボッタによるニネベ発掘、レアードによるニムルド発掘などにより、考古学的調査が始まり、1849年には、レアードによって、アッシュールバニパル王の王宮付属図書館と22000の年度版が発掘され、 大英博物館へ移管された。これらの文字資料をもとに、ローリンソン、ヒンクス、オッペールらにより、古代ペルシア語、バビロニア語の解読が、進展、1857年に、イギリス王立アジア協会が前期の3名及び、タルボットにアッシリア語碑文を別々に解読させ、この結果が一致したことが確認されて、アッシリア学の成立が公式に宣言された。 1884年にはフランス及びドイツで、専門誌、アッシリア学誌、設計文字研究誌がそれぞれ創刊されて、学問分野としての制度化が進んだ。アッシリア学の発展は、それまで西洋古代史の研究が依拠していた、古典古代の文献や旧約聖書に現れた不十分、不完全な知識、情報を補正するのに大きく貢献した。 しかしその後の研究の飛躍的進展により、古代オリエントにおける設計文字文化の研究をアッシリア学という単一の分野にまとめることはほとんど困難になり、現在ではシュメール学、アッカドアッシリアを研究するアッシリア学、エラム学、フルリ学、ヒッタイト学、ウラルト学、ウガリット学などに分化している。ありがとうございます。